前住んでた家での話なんですけど、はいはい、エレベーターが7階までしかなくて、でそっからあの7階の部屋が2つあって、はい、真ん中に8階に通じる扉があって、その扉からあの階段で上に上がっていく部屋が一つの部屋になってて、その階段が綺麗なこう真っ白な階段でパーッと上につながっていってて、そこがペントハウスみたいなすごいいい部屋を入ることができたんですけど、そこでちょっと怒った話なんですけど、弟が泊まりに来てて、その部屋をちょっと貸してたんです。で弟から電話かかってきて、お兄ちゃんあの引っ越し考えたって。弟はちょっと占い師もやってて、ちょっとそういう能力があるんですけど、お兄ちゃん引っ越し考えたんやったらその部屋引っ越した方がええでって言われた。なんでやって、お前泊まった時に何か見たんか、うん、まあ正直言えば見たと、どんなん見たの。で泊まってる時に昼寝してたら金縛りになったんですって。でリビングがあって、でダイニングがあって、ダイニングのところにちょうどあの小窓があるんですね。でリビングで寝てたら、その小窓のとこから金縛りになって目が離せなくなったんですって、グーって。でちょうど小窓が開いてて、そこから男の人がぬーって顔だけ出して、ずーっとリビングの方を見て睨んでるんですって。でそこから全然顔が離せなくなって、なんでやと思ったら、そのずーっと睨んでる男の人が、のろしてやる、のろしてやるって言ってるんですって。弟がそののろしてやるを後に調べたら、陰陽師の言葉で呪い殺してやるっていう言葉がある。うわー、怖い、強い言葉やな。でずっとなんか睨んでそんなん言ってて、多分お兄ちゃんには関係ないけど、多分その部屋は新築やけど、なんか絶対曰く付きの部屋から、引っ越すんやったらすぐに引っ越してくれって、うん、兄ちゃんはギリギリその運が強いからなんとか持ってるけど、すぐに引っ越してくれって。僕もうその日からあの次の家決まるまで1ヶ月ホテル暮らしです。でもその部屋には住めないってなって、はい、すごい、呪してやる、呪いに死ぬで呪い殺すっていう陰陽師にある言葉なんですって、はい。